カモン TV。 カモン TV へようこそ、キムピオです。今日は全国名字ランキング第4位田中さんについて、名字の由来をお話ししながら、塩家紋の一つ丸二軒片場見紋を書いていきたいと思います。田中さんは地名や地形に由来して発祥した名字の典型とされていて、田んぼの中心という意味を持ちます。田んぼができた頃は農民は村から田んぼに通っていましたが、どんどん田んぼが増えてくると家と田んぼの距離が遠くなっていきます。そこで田んぼの中心に家を建てて住み着くようになりました。それが田中といい、省略されて田中と呼ばれるようになったのです。古来から稲作文化を持つ日本では発祥の地を絞り込むのが難しく、おそらく同時多発的に広まったものと考えられます。そうした中、田中さんが西日本に偏重して見られるのには理由があります。稲作が日本に伝来したのは縄文時代後期、今からおよそ3500年前のことで、大陸からまず西日本に伝来し、比較的温暖な西日本に稲作の文化が根付いていきました。そうして多くの農民が田中さんを名乗ることになりました。農民は土地に根ざした生活が基本となるため、武士と違い広域に移動する機会が乏しくなります。そのためおのずと西日本で多く見られる名字となりました。明治以降になると西日本の多くの田中さんが開拓移民として北海道に移り住んだため、北海道にも比較的多くの田中さんが見られます。現在では有数の米どころとして知られる新潟で田中さんが多くないのは、西日本から移民が多くなかったことが考えられます。とはいえ新潟県では有名な田中さんがいらっしゃいますね。そう、田中角栄元首相です。田中角栄元首相はこの県片場見紋を使っていました。他にも関ヶ原の戦いで勲功を認められ、筑後の国、現在の福岡県の大名になった田中義政など、歴史上活躍した田中さんは少なくありません。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。